ペアちゃん始まるよ。さあ今回も矢部さん、レイ先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの芸能人でジャンル分けすると、うん、私と矢部さんって結構同じグループだなってちょっと勝手に思うんですけど、昔だよね、うん、デビュー当時というか、玉尾ちゃんも10代、私も10代で、なんかあの時って天然キャラというか、ふわってしたアイドルたちが求められたっていうのもあるし、で私は今、割と何でも言うんだけど、あの時も私ちょっともっとポワンみたいな、それこそタモちゃんみたいな感じで若干作ってやってたんですけど、春からってで、そっか、作ってるっぽいかな。タモちゃんは正直作ってない。私は振り返ると、あ、確かにちょっとなんだろう、バカっぽくっていうか、それこそ人形をぶら下げたりとか、それそうだったっけ、見せるようにちょっとしてた時期があった。演じてたの。うん、なんかこれが受けてるから。いや、私本当に天然だったから、どんなのが求められてるかが分からずにここまでやってきたみたいな。たまちゃんはだから10代から今も変わってない。先生から見てどうです、似てる感じします？全く違います。全然違うよ。あのすごい色っぽくないですか、矢部さんって。いや、すごいそれは前々から思ったんですよね。私ね、矢部美穂さんって元祖愛人キャラだと思ってた。元祖愛人、ね、あ、そうなんですか、ね、あのね、奥ゆかしさの中にもたくましさがある。え、なんか嬉しいかも。もう一度言ってもらっていいですか。奥ゆかしさの中にもたくましさがある。はい、確かにすごい嬉しいです。なんか嬉しいです。ありがとうございます。確かに本当そうかも、うん、すごいズバリですね。そうです。矢部さんは一筋の愛を注いでくれたら、すごい大きな愛を返してくれそうな、そんな優しい雰囲気持っていらっしゃるんですよね。そうなんです。私ね、実は全くお金じゃないんですよ、うん、でしょうね、はい、だから逆にお金で来る人っていっぱいいるんですね、うん、やっぱりこの芸能界に長くいると、うん、お金を出せば付き合えるんじゃないかみたいな。全く私逆に落ちないんですよ、ね、そうだよね、はい、鉄のパンツを持ったね。先生本当すごい合ってます。すごいですね先生ね。みんなすごい一発で見抜ける。私お金で落ちないんですよ、うん、そうですよね。愛の方がいいんですね。愛の方が、すぐ分かるんですね、うん、そうですね、分かりましたね。嬉しい。でももう一回言いましょうか。はい、奥ゆかしさの中にたくましさ。皆さん聞きました。はい、そうなんですよ。私から進めてもいいですか。ピアちゃん、さあこのチャンネルはですね、毎回悩める相談者にお越しいただき、ここで先生に生で鑑定してもらってるんですよ、はい、今回もお呼びしました。それではお越しください。お願いします。まずはお名前と年齢を教えてもらえますか。はい、コメダコメコ30歳です。よろしくお願いします。コメダさん、どんなお悩みでしょうか。はい、1年半前に別れた元彼のことが忘れられなくて、ただちょっと年齢のことを考えると新しい恋愛をすべきかどうかちょっと迷っております。それはどういう理由でお別れになったんですか。4年半付き合ったんですけど、3年目くらいの時からセックスレスになって、で、まあ、その後もなかなか連絡も少なくて、ずるずる言っていたので、まあ、どう思ってるのっていうことで真意を確かめたら、恋愛感情がないですって言われたので別れるに至りました。今はどうですか、彼と連絡はお取りになってるんですか。そうですね、あの別れた後もたまにご飯行ったりとか。え、ご飯行ってるんですか。あ、しました。まあコロナもあったので、そんなにひどくない時なんですけど、まあお家に来たりとかも。え、家に、元彼が家に。え、でも家に来てもないんですよね、体の関係は。それが、その付き合ってた当初はなかったのに、別れてからの方が、これは問題だ、ね、おかしいね彼ね、ちょっとね。彼は米子さんのことどう思ってんでしょうね。そうですね、気になりますね。彼は今彼女はいそうな感じですか。一応いないっていうことで聞いてはいます。どう思います、正直。いると思います、いないと思います。いや、全くわからないですね。
でも今の状態のままじゃやだよね、元彼だしね。え、でもそんなに好きなんだ。そうですね、すごい好き。あ、そうなんだ。すごい好き。すごい好き。え、今まで付き合った男性の中で一番好き。そうですね。そっか。いや、これは複雑だなですね、先生。じゃあ早速レイ先生に鑑定してもらいましょうか、はい、ではお願いします。で、まあ、小原さんのお気持ちからちょっと覗いたわけなんですけども、はい、まあ、今大好きとおっしゃってましたけど、今他にいないから好きって言ってる。あ、でね、過去に付き合った人の中で一番自分に優しかったしフィットしてたから大好きって言ってる。前に起こったことに引っ張られてるんですよね、はい、現在進行形の彼ではないと私は見ました。はい、うん、ハキハキしててね、素敵な可愛らしいお嬢さんなんですけど、で、彼女いらっしゃらないっておっしゃってましたけど、彼女もどきがいるんじゃないかな。彼女もどき、もどきです。はっきり彼女じゃないけども、彼今ちょっとビジネスファーストになってる、うん、やっぱりこう社会的貢献率っていうのかな、まあ、そういうのに今走ってるわけなんだけど、うん、それに協力してくれる女性か、うん、そういう人とまあ仲良くしてらっしゃるのを感じましたね、うん、彼にビジネスパートナーはいて、その人とずっと彼が一緒に住んでるんですよ。ほらねえ、それは男じゃなくて女？あ、はい、女性で。え、もう彼女でしょ。え、ありえなくないですか。え、それは、はい、ビジネスパートナーとかじゃないよね。パートナーと住まないから、普通はただのパートナーだよ、それ。ただの彼女じゃないの。まあなんか、ね、一応、うん、家族みたいな。いやありえない、ありえない、それ言い訳。男の、違う、絶対違いますよね。絶対違うよ。だから彼女もどきなの。ちょっと彼ルーズだな。そう、流されるタイプだもん。コメコさん、はい、それ聞いてよく大丈夫ですね。嫌じゃない、だって。そうですね、なんかまあ、お仕事のためっていうことで理解はしてるつもりだったんですけど、ちょいちょいなんか邪魔をされるじゃないですけど、うん、デートの時に必ず電話がかかってきたりとか、あとはお洋服の借り貸しをお互いにやってたりとかして、そういうのやめてって言ったんですけど、女の方の方がそれを着た写真を SNS に上げたりとか、いやだっていうので、まあ、揉めたりはしてます。そりゃちょっと、絶対やめた方がいいのに。彼魅力的なのかな、ね、そんないい彼の。全然魅力的じゃないよ。先生はっきりズバリ言っちゃうんだ、うん、で、まあ、コメコさんのことはもちろん女として見てるけれども、じゃあ今後どうなのってなったら、こうパートナーとして一緒に歩いていくっていう、そういう相手ではないというふうに彼は考えている。で、今30歳だけども、32歳の時にね、心を取られる人と出会いがあるんですよ。だからこの彼じゃなくてもいいのかなというふうに感じますね。ピアちゃん、私鑑定でよく結婚のことを寿司ネタに例えて言うんですけど、はい、それは何でかっていうと、まあ、結婚がね、美味しいものだというふうには言いませんけど、はい、好きなね、美味しいネタをね、最初に食べて、後でなんかグダグダってなっていくよりは、まあ、米子さんみたいに最終的に一番好きなネタを食べてクッと締めて幸せになる、はい、米子さんもそういうタイプで、だからその彼と結婚するとかっていうことではなくて、まあ、男と女としてこうつながっていく中ではないというふうにお見受けしましたね、うん。逆にこの彼と早く切っちゃった方が気持ち的に新しい人が出てきやすいとか、次に行きやすいとは思うんですけど、でもそれだけやっぱりこう連絡取ったりとか、うん、気分がいい時間がねあるので、無理やりそんなことしなくても上回る人が出てきちゃったら、うん、自然にね、うん、移ることができるので、今はそういう、まあ、食事に行ったり時々、まあ、彼との関係を持ったりとかっていう、うん、ちょっと大人のお付き合いをねしていただければいいかなというふうに。でも、うん、でもね、彼はビジネスって今言ってるのか、恋愛より仕事っていうことで、ね、ファースビジネスファーストになってる。でそれに、なんかこう助けてくれる女性に気持ちがいってる。だから米子さんは、まあ、泊まり木かわいそうだけどそうなっちゃってるんですよ。でやっぱり毎日付き合ってね、気分が良かったから捨てきることができないんです。流されちゃう彼だから。でもここで米子さんがその彼の立ち位置をね決めないと、彼は決めきれない。ダメなんだ、うん。でもやだな、バイバイって言った後、その女がいる家に帰るんでしょ。やだね、ビジネスパートナー
って言ってるけど、だって絶対ねえ違うと思うんですけどね。先生、まあその彼と、まあ、うまくいくいかない関係なしに、その今のビジネスパートナーと別れさせる方法とかないですかね。なんか私ね、鑑定の中で縁切りとかさせてもらったりとかあるんですけど、はい、でもね、もう一人いるな。ひどい。それこそ10年引きずったりとか。え、10年長い。長い。そうなんですか。ほらあるんだよやっぱり。でも